ない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。ここはダメだ。引き返せ。
だろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい、目的地に行くぞ。あ、なんだ。
何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。あの霊を助けるんだろ。戻れ。おい、離れすぎだ。戻って助けてやる。霧に飲み込まれて霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。
受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何？今はいい。先を急げ。君の木だな。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。
片潮があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。キュウリだけ持っていてもな、こういうの意外と買っちゃうんだよな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。そこの2階だ。なんだこりゃ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。体を借りるぞ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。Thank you.
んだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万。いや、もっと。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないよな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。これってあんたの本？ええ、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。
何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。もっと数分だ。急げ。いいぞ。ここはもう大丈夫だ。さっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べる。何かあるはずだ。
なんだ。近いぞ、周囲をよく探せ。こいつが本体だ、ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。そっちじゃない。まずはあの汚れを調べてみろ。山で売ってるのかよ。終わったか。さっさと行くぞ。
何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。あいつは汚れの向こうだ。戻るんだ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい。せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。地物の削減など。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。
いい感じじゃねえかな。撫でてる場合じゃねえだろ。でも可愛いだろ。可愛くねえよ。